新しい景色、新しい仲間、新しいことに出会うとワクワクする。姉は好奇心旺盛で、それに振り回されがちな僕だけど、正直ちょっと羨ましい。ねえ、今どこ？出張帰りだけど。私も。じゃあ待ち合わせてご飯行こう。今から？お店の役頼んだよ。はいはい。フィールザニュースカイ、新しい ANA 始まる。まずは国内線 Wi-Fi 無料。お、やっ。機内で Wi-Fi が無料になってから姉からのちょっかいも増えた。よし、北海道でしょ。チーズ買ってきて。これ旅行じゃなくて仕事だから。しょうがないな。じゃあメロンで勘弁してあげる。でかくね。じゃあ越前ガニ。北海道だよ。もうじゃあ毛ガニでいいよ。じゃあって。あ、毛ガニあんた。あるんだ。国内線 Wi-Fi 無料、フィールザニュースカイ ANA。 これ北海道のお土産。向こうに着いたら何食べようかな。姉ちゃん、今サッカー見てる。やばいよ。今飛行機なんですけど。機内コンテンツで見れるでしょ。ほら早く。落ち着いて。2対1で負けてる。早く。誰ですか。やばい、なんで早く言ってくれなかったの。だから言ったじゃん。機内コンテンツが充実、 ANA 国内線 Wi-Fi 無料。これ